トップオブ北アルプスとは、日本プロサッカーリーグに所属する東海地方に本拠地を置く FC 岐阜、北陸地方に本拠地を置く片荒れ富山、松本山雅が FC の3クラブによって行われる対戦企画である。2009年シーズンにより FC 岐阜と片荒れ富山との間で行われていた東海北陸ダービーに松本山雅 FC を加える形で2012年シーズンにより始められた。名称は岐阜県、富山県、長野県の3県をまたぐ北アルプスを舞台に各チームが頂上を目指して戦い、さらに地域交流も盛り上げるという意図で名付けられた。なお、2015年は松本の J1 昇格、富山の J3 降格に伴い開催されない。また、J1 昇格の松本は2015年よりアルビレックス新潟、ヴァンフォーレ甲府、清水エスパルスと共に新たな対戦企画、中部日本横断シリーズに参加する。トップオブ北アルプスが始まった2012年以降のもの。2014年シーズン終了時点勝ち点、松本9、富山7、岐阜1勝ち点、松本9、岐阜6、富山3勝ち点、岐阜7、松本6、富山4。ありがとうございます。